絞り染めは布の一部を縛るなどの方法で圧力をかけ染料が染み込まないようにすることで模様を作り出す模様染めの技法の一つ。絞りと略される。絞り染めでは布の一部に糸で縛る、縫い締める、折るなどして圧力をかけた状態で布を染めることで圧力のかかった部分に染料が染み込まないようにし模様が作られる。布に圧力をかける作業は くくりと呼ばれ、くくりの際に布にできる立体的なシワを、絞り染めの表現の一つとして評価する場合もある。模様染めの技法としては、絞りは非常に素朴なものであり、日本のみならず、世界各地に自然発生的に生まれたと見られる絞り染めが存在している。古いものでは、 インドのアジャンターセックス群の壁画に描かれている衣装に絞り染めによると見られる模様が見られ、現存する資料では、中央アジアのアスターナコボ群から出土した6世紀、頃の中国の絹の絞り染めや、中南米のインカ以前の時代の木綿絞りなど、世界各地にその存在が確認できる。現在世界で生産される絞りの中でも、日本国内のものは特に技法の種類も多く、 日本語以外の言語には、絞り染め全体を表す言葉が存在していなかったことから国際的にも絞り染めは、絞りと表記される。ただし、体内の名前が絞り染め全体を指すために用いられる場合もあり、呼び方には混乱も見られる。化学繊維を使い、洗ってもくくりによるシワが残るよう加工された、もの日本においては古いものでは、焦燥院や法流寺に伝わっている布に、 絞り染めの施されているものが見られる。奈良時代の文様を表す染色法に三欠と呼ばれる高欠、強欠、老欠があり、現在の絞り染めはこの中の高欠にあたる。ただし、奈良時代から中世までは絞り染めの置かれた位置は低く、上層階級の表だった表として用いられるものではなかった。絞り染めが社会の表舞台に現れるのは、 室町時代から安土桃山時代にかけてのことで、この時代に、絞り染めの技法を用いて、絵画性を持った模様を施した辻ヶ花が、社会の表舞台に登場した。しかし、辻ヶ花はあくまでも、模様を染め分けるために絞り染めを用いるものであり、江戸時代に入りのりで防戦する友禅の技法が、出現すると、自由度、手間の両面で劣る辻ヶ花は、 急速に捨てれ消滅することとなる。江戸時代の絞り染めは、大まかに高級絞り、経賀の子と、庶民的な地方絞りに分類される。経賀の子は、京都で作られる絹に絞った、精緻な、引高の子絞りの総称で、布に凹凸を残すことで手仕事であることを表し、付加価値を持たせている。地方絞りは、木綿布を藍染めにする庶民的な絞り染めで、 文語の文語絞りや終わりの有松、鳴海絞り等がこれにあたる。特に、有松、鳴海は、終わり藩の保護を受けて発展し、江戸時代以降最大の生産地になっている。有松、鳴海は幕末に、終わり藩の栓培性が撤廃されると、各地に絞りの技術者を流出させることとなる。江戸時代の後期から明治にかけては、日本各地に絞りの産地が起こった。しかし、 これらの産地は第一次世界大戦後の不況や第二次世界大戦中の物資の統制の影響を受け衰退し現在では絞り染めの大きな産地は軽と有松のみとなっているいずれの産地も後継車内や安い海外製品との競争などの問題を抱えるが一方で国外などへの販路の拡大や新しい素材を使った絞り製品の開発などの 進行のための取り組みも行われている。また、二大三地以外でも小規模ながら、現在でも岩手県の南部赤根、四根絞り、福岡県の博多絞りや、衰退後地域の活動により復興した秋田県の浅間絞り、新潟県の白根絞り、大分県の文後絞り、熊本県の高瀬絞りなど各地で絞り染めが行われている。絞り染めは、世界各地に、 伝統的産地が存在し、日本以外では、特にインド、アフリカ地域で伝統的絞り染めが発達している。インドではバンダナやサリーなどに絞り染めの模様が施される。その他インドネシア、中国、中央アジア、西アジアなどの地域にも絞り染めの技法が見られる。また、伝統的絞り染め以外では、朝鮮半島では、 大正時代以降日本の絞り染めの下請けとして生産の一部が委託されているほか第二次大戦後は中国にも生産委託が行われ日本の技法を用いた絞り製品が生産されるようになっている欧米についてはヨーロッパに伝統的絞り染めはあったもののあまり盛んではなかったしかし1970年代以降は多数のタイダイアーテイストが 絞り染めの技法を用いた作品を手掛けるようになり、代々の名前で多くの絞り製品が流通している。日本の絞り技法も紹介されて取り入れられている。国際絞り会議は1992年より開催されている絞り染めの国際会議。第1回の国際絞り会議は名古屋市で開かれ、その2年後に以降の国際会議の開催主体となるワールド絞りネットワークを 名古屋市を本部に設立数年前に世界各地で開かれるようになっている。ワールド絞りネットワークワールド絞りネットワーク、ありがとうございます。